サイハブは6200万を超える学術論文を出版社の有料のサービスを回避して直接ダウンロードできるオンライン検索エンジンである。新しい論文がアップロードされると学術機関のプロ記事を通してアクセスする。こうしてサイハブがアクセスした論文はライブラリージェネシスリポジトリに保存されている。サイハブは1記事あたり30ドルにもなる高額な 有料サービスへの対抗として、2011年にカザフスタンの大学院生、アレクサンドラ・エルバキアンによって設立された。2015年に学術出版社エルゼビアは、ニューヨーク市に、サイハブの著作権侵害を主張する法的訴状を提出し、その後の訴訟によって、元の sci-hub.org ドメインが失われた。サイハブは、 最初のドメインが失われた後、幾度かドメインの喪失を繰り返している。サイ・ハブは非常に論争の的となっていて、科学的及び学術的コミュニティの一部によって、称賛されたり、いくつかの出版社によって、非難を受けたりしている。2017年には裁判で1500万ドルの賠償金支払いを命じられた。サイ・ハブプロジェクトはカザフスタン出身のソフトウェア開発者で、 神経科学の研究者であるアレクサンドラ・エルバキアンによって2011年に始められた。彼女の目標はより多くの人々を有料コンテンツにアクセスできるようにし知識を広げる助けとなることだった。エルバキアンは一つあたり32ドルする文献に何百とアクセスしなければならないことを考えると違法な文献を研究共有フォーラムを通してアクセスしなければ カザフの大学では研究を行うことができなかったと主張する。彼女は何百もの論文を送り出すことに関係しようと考え、プロセスを自動化する方法の開発に着手した。プロジェクトの最初のドメインネームである sci-hup.org は2015年11月に裁判所命令で停止されたが、プロジェクトは同じ月に、イオドメインとして再び立ち上がった。 サイトのレジストラである中国の Now, CN にエルゼビアからの苦情が直接入った後、イオアドレスも停止された。レジストラの削除にもかかわらず、サイハブは代替ドメイン、AC 経由で未だにアクセス可能である。2017年4月現在、イオ、CC, ビジー、AC ドメインはすべてアクティブである。国民一人当たりの文献ダウンロード数サイハブは、 アメリカ、インド、インドネシア、パキスタン、イラン、中国、ロシア、ブラジルなど先進国と発展途上国を問わず広く使用されている。2016年の初めにエルバキアンが発表したデータによると先進国からの利用が多く、アメリカと欧州連合加盟国からのダウンロードが大部分を占めていた。サイハブは学術論文への無料アクセスを提供する。 大規模ネットワークの一部で有料壁の回避を自動化した最初のサイトである。文献をリクエストする他の方法としては、著者や他の学者へメールを送る、オンライン上の研究者のフォーラムでリクエストする、ソーシャルネットワーク上でアイコネスプットフといったツイッターハッシュタグを用いてリクエストする等が行われている。ありがとうございます。